小見さんち遊びに行っていい？小見さんが葛藤している。どっち？と呼ぶことに憧れを持つ心と私生活を見られるのが心を読む能力なんなの？じゃあお邪魔します。あっ、ビジ、間違いない。やだ、翔子の友達。よく来たね、上がって上がって。翔子の母の小見修子です。17歳です。お友達連れてきた。なんか喋ってよ。僕ベッド座っていい？あ、猫のぬいぐるみかわいい。本当だ。お茶とお茶菓子よ。救いの神。トイレ借りていいかな？見せかけて小見さんと只野くんを観察。かくれんぼ。君たちさ、なんで気まずくならないの？ものの一つや二つ、僕はそれが見たい。え、もしかして小見さんのアルバム見ていい？水着だ。いろいろ習い事やってたんですね。わあ、かわいい。これは小見さんは英語でも会話できない。小見さん字うまいもんね。へえ、小見さんピアノ弾けるんだ。片付けられなくて。また明日ね、小見さん。バイバーイ。気づかなかったでしょう。あ、ただの君にはあげないよ。新しい写真立て？珍しいわね。